自律神経調整ヨガを行います。自律神経を整えるには何よりも呼吸が鍵となります。ご自身の心地いい呼吸の範囲で行いましょう。猫のポーズに入ります。四つん這いになりましょう。肩の真下あたりに手首、骨盤の真下あたりに膝を置きます。足の幅は拳一つから一つ半程度、ご自身の骨盤幅に整えましょう。肘が反りやすい方は肘を優しく曲げて、肩関節に体が乗りやすいので手のひらでしっかりと床を押し、背筋を伸ばします。吐く息とともに腰、背中を丸くして目線をお腹の方へ。吸いながらお腹、胸を開き、目線を正面か斜め上。吐いて腰、背中を高く引き上げて、目線をへそ。吸って伸びる意識です。呼吸が先、あとから背骨がついていくような意識で滑らかに動きましょう。ラスト、吸って吐きます。心地よく丸めたら、吸いながらスタートポジションに戻して、吐いてかかとの上にお尻、額をマットにつけましょう。両腕の位置は前か後ろ、もしくは頭が下げにくい方は拳を2つ重ねます。ご自身が快適なところでお休みしましょう。次の吸い気でお腹の方を見ながらゆっくりと起きてきます。吐きながらお尻をマットに置きましょう。足を組んだねじりのポーズです。両足を揃え、体の中心を整えます。右膝を曲げ、足を外側にかけます。左のかかとをご自身の方に引き寄せましょう。この時に右のお尻が浮きやすかったり、膝に違和感がある方は無理をせずに足は伸ばしても構いません。両手で膝を抱え、背筋を伸ばします。右手をお尻の後ろ、左手で膝を抱えて、吸いながら右手でサポートして背筋を伸ばします。吐く息で右にねじりましょう。余裕があれば左腕でさらに足を抱えて、ねじる角度を深めます。呼吸の通り道を作りながら、心地いい呼吸を体の真ん中に流しましょう。あと一呼吸。吸いながらねじりをほどきます。吐いて足を前に伸ばして、一度ポーズから離れましょう。ふわっと緩めて、反対側です。足を揃えて中心を整えてから、左膝を曲げ、足を外にかけます。右のかかとをご自身の方に引き寄せて、さあお尻の位置を安定させます。両手で膝を抱え、左手をお尻の後ろ、吸いながら背を伸ばします。吐いて左にねじりましょう。背骨の調子を見ながら、余裕があれば右腕さらに
奥まで。内ももをご自身の方に引き寄せながら、ねじる角度を選びましょう。心地いい呼吸を体の真ん中に流しながら、あと一呼吸。吸いながらねじりをほどきます。吐いてポーズをほどきましょう。リラックスです。刺激の入った背骨を全部緩めて。では、仰向けになりましょう。仰向け合席のポーズです。両足を揃えます。両膝を曲げ、膝を外に開きます。足の裏と足の裏をつけ、股関節が心地よく解放できる場所をかかとの位置で選んでいきます。脇の下には心地いいスペースを作り、手のひらを天井の方に返しましょう。ここで自分らしい柔らかい呼吸をゆっくりと繰り返します。胸も開き、脇の下まで呼吸が入っていく。お腹も股関節も解放して、ただただ呼吸を味わいます。さあ、たっぷりと自分らしい呼吸を、あと一呼吸。吐き切ったら、ゆっくりと両膝を揃え、ポーズから離れましょう。日常の中でも、できるだけ穏やかな呼吸を心がけましょう。